どうも、ミニフィーズのカズシです。ブーン。珍しく一人でオープニングを撮ることになっております。ということで、今回の動画はタイトルにあった通り2、3ヶ月前ぐらいかな、ちょいちょい来るんですけども、カズシ元気なくないとか、どうしたのとかっていうコメントがちょっと見られたんですけども、今回の動画はそれについて少しこう話していこうかなっていう動画になります。今メンバーにはちょっと僕からお話があるということで、ちょっと別室に行ってもらって一人でこうやって撮ってるんですけども、本当はあんまりこういうのって動画にすることではないとは思うんですけども、前に岩がね、そのバイトを辞めるっていう決断をして僕らに伝えてくれてっていう動画があったと思うんですけども、やっぱりそうやってメインフェイズのことを考えてこうやって動画にしてくれたっていうことで、まあなんかその時にこう自分の中にもその溜め込んでたじゃないけれども、そういうことがあったので、こういうのもちょっと動画にして、まあ、自分が見返すなりして自分を奮い立たせる、あのそういう記録を取っておいてもいいのかなっていうことで、じゃあなんで元気なくないって言われてしまったのか、そういう風に見えてしまったのかっていうことについてなんですけども、結構僕ってですね、メンタルが弱いのかな？モチベーション維持するのが苦手なタイプなんですね。編集も A 型ってのもあるんだけど、細かいことを気にするってのもそうだし、遅いんですよ。とにかく他の3人と比べてちょっとやっぱり時間もかかっちゃうし、編集する本数が少ないことによって周りのみんながね、それをカバーすごいしてくれて、まあそうなることによってなんかすごい申し訳なさみたいのが自分の中ですごい膨れ上がって、本当はね奮起してこうやろうやろうっていう風にならないといけないんですけど、なんか本当にその辺のメンタルがついてないのか、どん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 仕事が手につかなくなっちゃってた状況が結構続いてたんですよね。それで最近収入と貯金も公開したと思うんですけども、お金がかなりなくなっちゃってるんですよね。まあみんな知ってると思うんですけども、でね、それでどん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 メンタルブレイクがすごくて、それこそコメントがあった時ぐらいからかな、良くない状況に落ち込んじゃったんですよね。やる気出さないといけないんだけど、なんかすごく落ち込んじゃってて仕事が手につかない、プラスアルファお金がない、それが本当にどん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 負のスパイラルになっちゃって、でそれがこう本当はね動画に絶対見せちゃいけないんですよ。プロなんで我々は。その態度がやっぱり少し顔に出ちゃったんじゃないかなっていう風に僕は思いますね。だからもうなんかこの話を聞いていろんなことを思うと思います。クソダサいなとか、何してんだよとか、そう思う人もいると思います。でもその時の俺ってどうしようもないんですよね。こんだけやってるとやっぱりそういう時期ってあるものだと思うんです。多分分かる人はいると思うんですよね。長年 YouTuber やってる人なんかは、他の3人はほんとよく、もうあいつらマジで熱いやつら、ほんと熱いやつなんですよ。落ち込む時もあると思うんですよ、あの3人も。だけど全然そういう風に見えなかったりとか、むしろ支えられてばっかなんで、すげえなって思うんですよね、純粋に。本当にだからこそこういう風にして全部解き放ってみんなに伝えて、まあ成長する姿をみんなにこれから見てほしいなって思います。もう自分次第なんですけども、まあなんでこれからちょっとメンバーを呼んで伝えていきたいなっていう風に思います。それでは呼んできます。集合でー。はーい。はーい。失礼します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。黄色爆弾でーす。はーい。仲間でーす。さっきね、自分で何て言ったかは知らんけど、うん、言うてだよっていう。そうそうそう、なんだろうな、カズシは良くも悪くも真面目すぎて、ああそうだね、そう深く捉えてると思うけど、カズシの話したことを聞いてなんか視聴者さんでカズシがサボってるとかさ、そういう風に思われるのはちょっと違うかなっていう。そうね、仕事はまあしてますからっていう、てかカズシがさ自分をフォーカスして言ってるけど、俺も動画を振り返ってみて自分めっちゃヤバいかもしれない時とかあるし、そうそうそうね、全然あるし、なんならその前大好きだった子に振られた後とかさ、頭痛がずっと続いる時とかあったじゃん。そういう時とかは逆に俺がみんなに迷惑をかけたというか、持ちつ持たれつみたいな感じでやってきてるとは思ってたから俺も。でも寝ちゃうしね。そうね、だからカズシがそう思ってるんだとしてもカズシだけじゃないっていう。そう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 、まあ言うで平等じゃねえみたいなの感じかな。まあね、亮太もあるし別に。いやでも、いやでもね、ああまあね、これがね、だから真面目なんですよ。一般
的に考えてほしいんですよ、うん、一般的に考えたら俺らやばいことしてるから、うん、あの、うん、仕事量的に、うん、あのこの発球で、うん、この仕事量がマジで意味わかんなすぎて、うん、もうブラックもブラックですよ。そう、漆黒のチームっていうか。いやでもマジで、うん、まあ、すごいと思うんだよ俺は3人よ。いや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 、そこはさすがに、そちょっとさせて。ああ、そうね、さすがに、まあ立ててくれるんすか。 それはそうよ。結構やっぱり今ぐんと早レベルにね、うん、我々も上がってきてるので、うん、心もそうだし、うん、そうね、だからこういう状態でみんな頑張ってやってんだぞっていうか、うん、そういうのを記録に残して。なるほどね。そういう動画 ね、そう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 、あの俺らがあの落ち込んだ時に見ると、そうそうそう、そう、オッケーオッケーオッケー。やっぱカズシがいないとチームが成り立たないっていうのは一番あるじゃん。確かに、キャラクター的にも動画の構成的にも、構成的にも、構成的にもですよね。カズシが明るくこう雰囲気で、そういうキャラクターで入れることによって、うん、動画が明るくなるし、そう、カズシに届いてるか分かんないけど、うん、インスタの IGTV みたいなとこにメインフェーズの太陽って書いてるんですけど、カズシのことを、うん、本当に太陽だと思ってて。何なんだ。ちょっと臭いこと言う。よし、頼りにしてんのよ俺は、うん、コラボの時とかさ、あ俺なんかもうさ人見知りっていうか引っ込み思案なところがある中、やっぱイベントとかコラボの時に一番頑張ってるのはカズシかなって。いやーほんとね、うん、先陣切って声出してくれてるからね、うん、ほんとそれはね助かってます。いやーメイズの太陽ね。そうや、マジで俺らって不器用だよね。いや全員不器用や、気持ち悪いんだよな。気持ち悪い、ほんとに家族みたいになってるから。そう、ほんとそうだね、素直になれない。そうそう、恥ずかしくなっちゃうんだよね。長いから、うん、もうほんとに俺はマジで変動がすごくて、あそう、もうねほんとにひどいからマジムカつくんだよそれ自分で。あマジでムカつくんだよ、こうなった時にもう周り見えなくなっちゃうんだよね。もうほんと3人に迷惑かけてんのに、うん、それに気づかないでどん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 闇に入ってっちゃう自分がいて、あそう、もうそこをね切り開けるような人間になりたい。あーまあ一人で何とかしようとしなくていい、うん、まあそうですね、それこそ視野が狭くなっちゃってないかもしれない。うん、あ、うん、でもほんとに闇の数しを殺したいんだよ。おい中二病闇の彼氏とか言うな。俺はね、多分そこが一番スイッチ入るっていうか、うん、編集とかさ、しててさ、うん、例えば、カズシが明日彼女にどうしても会いに行きたいとか、うん、今落ち込んでてちょっと編集助けてほしいとか、そういう頼りにされた瞬間、そう言ってくれればその時一番頑張れるから。確かに、うん、言ってしまえば実際さ俺らもいろいろ崖っぷちに落ちたやん。うん、いろんなことあったやん、うん、こんな何年もやって、ね、正直もうやめます、もうやめるみたいな時も何回もあって、もうやめるとかも何回もあったね、うん、でその度なんかやっぱなみたいな、全然諦められない、うん、だからもう結局誰もかけないで続けたい、うん、それだけあればもういいね。確かに、まあ自分は自分なりのがあるんで、まあこの気持ちを受け取って、まあ、うん、もうね、うざいっしょ、優しすぎてつか頼りにしてっから、頼りにしてよ俺らも、うん、頑張ろう。こっぱずかしい、まあ、こっぱずかしいね。いやーありがとうございました、だいぶいい記録が残せた。いい記録が、うん、全部本音だからね、本音だから、そうね、そう、本当にさらけ出してね、うん、じゃあ次ちょっとあの対面でルーターと話しますんで、ルーターさんね、ルーターさんね、ちょっとじゃあやっていきますね。よっしゃ、はい、やりましょう。ありがとうみんな、頑張りましょう、頑張ろうぜ。おーいえ、すいません、このスタイル流行りすぎ、マジでダリなんかこっちの気も考えてほしい。いいし、はい、まあ、ということで、もう二人にも話したし、一、うん、人の時もまあ話したんですけども。まあまあ聞きましたよ。まあ岩田はまた違うけど。ちょっと違うかな。男気を見せるってことですか。そうだね。出しすぎじゃない逆に。ね、ちょっと気持ち悪がれてると思う。まあ、カトシはあれよな。なんかピュアだからこそみたいなところはあるんだ。俺は大学からさ、知ってるやん。うんうん、なんならあいつら二人より俺は長いんよ、うん。カトシとは。だって大学1年でも最初からいるわけだし。うん、まあ、なんかそういうさ、カトシのメンタル面ってさ、割と大学からそうやん。うん、全てを素直に受け止めすぎて、うん、みたいな。まあみんなの時も話したけど、うん、まあこれをやれてる時点でね、やばいから、うん、この8月さ、やべえじゃん、やばい、超過密やん。まあこの過密なスケジュールをこなしてれば、まあ普通の人だったらなると思うよな、そのテンションの落差っていうか、うん、だってもう俺も
きついで、なんつうの、一日も休みないやん今、うん、本当に漏らずに、なんなら1時間も休みないみたいな、うん、あの睡眠を省いたね、マジで。なんなら寝てもねえし、ほぼそんな、そしたらそんな自律神経もぶっ壊れるし3人は本当にもうさっきも何回も言ってるけど、すごいなって思う。やっぱり俺がこうラクサすごい時にもちゃんとやってくれてるし、俺のことを見抜いてるというか、あんまりこうガーって言ったら良くなかったりとかね、なんかそういう細かいところまでみんな知ってて、まあ彼氏に限らずだけどね、うん、全員多分そういうこれがあるからね。そうね、こいつはこういうやつだからこうとか、っていうの一番よく分かってるのはもうリタで。ああ本当。そう、支え合いだからね、チームって何事も。そうね、誰かが落ちたら周りが支えなきゃいけないし、まあ、それはもう絶対というか、そうあるべきとか、そうしないと伸びない、うん、その分その和志以外のやつがね落ち込んだら、和志がもう今まで多分支えてきたこともあるだろうし、うん、お前の良さは底抜けた明るさなんだから、そういう時にそういうの出してやっぱね支えてほしいと思う。もう大体わかるやん、うん、ずっと8年やって3年一緒に住んでるとさ、うん、ああもうあいつ明らかテンション低いなみたいな、うん、疲れてんな、うん、でそこも支えられてるっていうなんか自覚というかね、うん、そういうのも持った方がいいと思う、うん、チームとして、うん、その分俺もやってやんなきゃなっていう、うん、俺らのチームね、あの俺以外全員優しいやつだからねっか俺は極悪人なんで、あの全員ぶん殴ったりしてるんですけどやべえだろなんか根がね優しいんすよみんな、だからね、変に言えなかったり、不器用なんだよね。めっちゃ不器用やで。まあ、そういうとこは俺が代わりに言うようにしたりとかしてるけど、うんうん、まあ俺もさ、あの言えない時とかもあるから、そういう時は。それね。そう、まあそういう時はでも本当に助けてもらってんすよ。うん、他のね。そう、まあ、こんなこと喋ってる YouTuber いないと思うよ。いないよ。あの解散する時ぐらい。そう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 、マジで。でも俺らはこういうのを出して、さらに奮い立たせるっていう、うん。そうやってね、自分で動画にできる勇気もすごいと思うし、俺だったら絶対できないと。だってね、見え方によっちゃさ、カズシのあれが下がるわけやん、株が、うん、まあ言ってしまう、ね、うん、まあでも、まあそういうわけではないですから、この動画的には、うん、でもまあそれはカズシが、まあそういう風に、なんだろうな、まあさっきも言ったけど、ピュアみたいなところがあるから、まあ、自分で責任を負いやすいんですよね、自己嫌悪タイプやん。こういうね、底抜けて明るいやつほどね、繊細なんですよ自分で過剰にやってるだけで、別に俺ら3人的には大したこと思ってねえし、そんな当たり前だと思ってっから、もうちょっとね、バカなんだよお前俺的には別に無理に変えろとも思わないし、うん、それって言っちゃうその人の個性、性格やん、うん、無理なもんは無理だと思うし、いや、うん、自分が彼氏が嫌だって思ってんだったら、うん、まあ、直せばいいと思うし、そこは全力で俺らで他でサポートするから、うん、俺がもし女の子とかに振られる時はなんかカバーしてほしいっていうか。ああ、まあそれは結構俺女の子に振られると結構落ちる人だから。ああ、そしたら俺の乳首差し上げるから。いや、俺の乳首大好きや。好きだけど誤解が生まれるわ照れくさいね。どう、俺から始めたことだけどね、うん、珍しいよね。珍しい。なんかこんな、だってもう口下手でさ、企画説もできねえ、カズシがさ、そうだよ、やってるでしょ。まあ、そういう話をしたんすか、うん、二人にも。そうです。まあ、熱いことも言ってくれたし、リタのように熱いことも言ってくれたし、いや、支えるよ、支え合うのがチームなんだよっていう。癒し担当はあいつらに任せてっから。うん、あいつらね。あいつらはなんかそんな感じじゃん。ね。なんかでもほんとさ、そんなバランスじゃね。マジでそうなんだ、ね。結構。北村がね、優しい熱いだからね。ああ、そう、優しい。静かなる、炎系。ユウもどっちかというとそうか。うん、確かに確かに。俺が結構激しい系だから。激しい系だから。燃え盛る、もう。だからいいんじゃ、バランスなんじゃないですか。しかしは、なんだろうな。これなんだろうね。バカ、普通にやっぱ。普通におかしいんだよ。うん、てか普通のバカだと思ってるから。だからもう、何でも言うしかね。もう金のこととかも言いづらいだろうけど、もう甘えてくれていいから。金なかったら貸すし。いや。うん。やべか、いやもうやばいそれはガチで言ってるじゃん、カメラ替えとかでも、うん、ね、マジ言えって。確かにその友達に借りてるから申し訳ないってメンタルもあるかもしんないけど、もうそういうのなし、知らん、自分の金だと思って借りろそれでいいんだよ。どうせ売れんだから、金は返してもらえるのはもう俺が自信あるから、頼る、うん、ことも大事、別に自分でやる必要はない、うん、だから今までそういうところがあったから、自分だけで抱えちゃってどんどん落ち込んじゃうことがあったから、そうそうそう、こういう風にさらけ出して、やっぱみんなすっげえいいやつらでさ、声かけてくれるから今みたいに、もうあの二人もそうだし、どん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 頼るし、それでも自立できるように頑張っていきたいと思います。そうですね。ふんなんでこんな短いスパンでこんな気持ち悪い話しなきゃいけねえんだよって感じで、恥ずくね、恥ずいね、結構26でこれしてるの恥ずいよね、ね、ふさげ出しすぎだよね、うん、
これだって親とかにも見られんのマジ気持ち悪い。やべやっちゃったマジ気持ち悪いよ。全部友達にも見られて、YouTuber 仲間にも見られて、それ視聴者さんにも見られて、すっげえ汗かいた今までね。まあいいんじゃね。いやいいいやマジでいいと思う。そう、自分だけの動画になってるから、いろんなの隠しながらやってるよりかは、うん、こんだけさらけ出してる YouTuber 俺マジでいないと思う今の時も思ったけど、これもっとそうだと思う、うん、頑張っていこうか。そう、これ以上にもっと頑張ってやっていこう。うん、10万人、20万人、30万人、100万人といっていこう。で、かっけえ男になろうか。うん、立派な男になりますね。そうだね。まあじゃあ一旦呼びます。うん、15人になっていきましょう、うん、そうっすか。あ、なんだよなんだし、呼ばれたから来ました今。お前なんでお前も思ったと思ってた2人の時俺は何を話したか分かんないけど、リタも多分そうだと思うけど、うん、そのカズシがなんかマイナスに思ってることに関しては、うん、俺らはそうは思ってないっていう。うん、どうでもいいよね。どうでもいい。逆にあのあ、ごめんごめん、俺だけかそれいい意味でね、もちろん、まあ、普通に4人で活動できればいいかなっていう。うん、俺ら本当に茨の道を歩んできたから、そういうところで気にするとこもいっぱいあると思うんだよ。その別に失うって言い方悪いけど、それで仲間とかもね、それぞれ道があって逃げちゃったりとか、まあ、そういうのもあったけど、別に今は4人でもう今はやるしかないんだから、で俺はどんなね時のよりも YouTube のチームとして今が一番熱いと思ってるから、うん、まあ、だからこそこんな8月頑張れてるし。そうだね、マジで命燃えしまくってるわけだから、本当にねこの青春ないと思って最近毎日生きてんだよ。マジそうよ。いや本当に同世代で、あの俺らの地元の友達とかね、うん、絶対一番頑張ってる自信あるって言えるもん、ね。まあ間違いない。そうでしょ。その中でそんだけまあ大変だったらくじける時もあるけど、今までそうやって支え合ってきたんだから、もう別に今に始まったことじゃねえだろうっていう。そうそう、素晴らしい。まあそれはこいつはやっぱピュアだから考えすぎるとこあるやん。そうなんよ。だそれだけは話真面目なんよ。そう、あんななんで派手派手しい格好してるやつが一番ピュアなんで腹立つ。え、誰お前もう恥ずかしいからこういう動画やめてほしいって話。そう、マジでちょっと喋りすぎて恥ずかしくなっちゃった。そうそうそう、しかもどうやって喋ればいいか分かんない。そうだよ、ね、お前が始めるんだよ。俺が始めるんだよ。いや、いい仲間を持ったなと僕は思います。うん、まあまあこちらこそですけどね。そう、俺も改めて感じましたね、最強のチームだな。いや最強のチームやで、マジで。だん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 一概になっていってるから。俺ら8年かけてじわじわ成長してきてるから。そうそうそう、こんだけ諦めなかった心があんだから、もうどんなことがあっても大丈夫だろうっていうメンタル、うん、いやマジで全員なってるから。助かった助かった。そうだからもうあとやるしかない。よく頑張ったよ。ありがとう。痛い。おいやめろよ、仲間に暴力言う。最低なんだか。自分からやね。リアルに仲良すぎて気持ち悪い4人なんですけれども。そうだね、あのそれでよかったら皆さんこれからも僕たち必死こいて頑張るんで、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。いや勝つ勝つ、最後勝つの一言言った方がいい。そうだね、ぶち上げようぜ。ぶち上げて。まあ本当に不器用でピュアピュアって自分で言ったらあれですけども、で弱い人間なところもあると思います。だけれどもこうやって心強い仲間もいて今があります。僕は頑張るっていう感じの、あの、はい、あの、すいません。もう全然喋れないみたいなのでじゃあ閉めますか。はい、はい、というわけでね、もっと応援してくれるよっていう人はね、高評価だったりコメントとかチャンネル登録ぜひお願いします。お願いしま す。また明日楽しい動画あげるので、はい、そのままチャンネル登録して待ってください。お願いします。バイバイ。ごめんなさいこんな動画で。でもお願いしますよ。お願いします。はい、ブルーのフルナです。技術の